漫画を読む、歴史漫画を読むときの一番ね、いいのは、こうだったかもしれないところではなくてですね、こうだったに違いないと信じるところから始まるんですよ。信じて読むとね、面白さ倍増ですよ。マジで話 <laughs>。行ってみましょう。まあ、オタキング的な漫画の読み方、歴史漫画の読み方っていうのを話しようと思います、ね。僕、歴史漫画の読み方っていうのは、基本的にはですね、今僕が、 え小、ー、田信長がこうだったとか、実はこういうふうに殺されてるとかですね。千の利休はこんなやつだったとかですね。えー、サ村の大阪の夏の陣、冬の陣はこんな感じだったって言ったら、それは無茶だとか、いやいや漫画だろっていうふうに、いろんな突っ込みがですね、一斉にこうザーッとこうコメントで出てくるんですね。で、これね、僕ね、まあ、千の利休流に言うと、それは余計だと思うんですね。漫画を読む、歴史漫画を読むときの一番ね、いいのは、 こうだったかもしれないどころではなくてですね、こうだったに違いないと信じるところから始まるんですよ。信じて読むとね、面白さ倍増ですよ。マジな話。もうね、あの、これまで読んだ歴史的な常識とかそういうのは全部取っ払って、絶対こうだった。千の利休っていうのは1メートル80ぐらいあって、切腹の時に周りの人間殴りながら。 <laughs> 古田織部も、毒づいたら古田織部が、師匠、あなたの心分かりましたと、首をざっぱり切った方が、絶対面白いし、絶対ね、頭に入るんですよ。で、あの、これやって信じて読むと面白さ倍増で、例えばあの、大奥っていう漫画がありますよね。あの、江戸時代に男がほとんど死んでしまって、女ばっかりで将軍家やってる。あれもね、 あんなの、こんなの違うよなとか、本当はどうだったんだろうって考えるんじゃなくて、江戸時代そうだったんだと考えた方が絶対面白いんですよ。あの漫画絶対面白いし、実はその方が、なんだろうな、徳川家の政治のやり方っていうのがね、頭の中によく入ったりする、理解できたりすると。あと、蒼天功呂って僕が大好きな三国志の漫画があります。この蒼天功路の中では、なんと諸葛孔明は人間ではないんですね。妖怪として書かれているんですよ。だから、あの、 なんだろうな、気が弱い奴には諸葛孔明は見えるんだけども、そうそう思うとくは周りを、まあ、フラットな目で見るから諸葛孔明が見えないし、声が聞こえないんですね。で、諸葛孔明がすごく怒ったら周りにいる妖精たちが、孔明、お前人間じゃないんだよ、忘れてた、みたいなことを言うシーンがあるんですけどあれもですね、諸葛孔明は妖怪だったに違いないって考えた方が絶対に面白いんですよ。で、歴史書見ると確かに、三国史のその、いわゆる、 演技みたいな、いわゆる演出されて面白いエンターテインメントの方では諸葛公明って書いてるんですけども、生死、歴史の中には確かに諸葛公明出てこないんですね。だから、妖怪と考えた方が面白いんですよ。で、で、宮崎駿の風立ちぬっていうアニメがあります。あれもですね、もうあの、実際の堀越二郎とは関係ないですね。堀越二郎は別に人手なしではなくて <laughs>。 <laughs> ゼロ戦作った後は YS11 とか新幹線とかの開発の方にちょっと口出したりするですね。まあ割と人の良い,いおっちゃんなんですけども、でもあのアニメの中に書かれているような人手なしだというに美しいものにしか興味がなくて奥さんを見殺しにしたやつだというふうに考えてる方が面白いんですね。で、まあ漫画だしっていうですね、その引いた目線で読んだらですね、作者の見えてる世界、作者には実はこのように 見えてる、世界が見えてるんだっていうものがですね、その触れない、触れるほど近づけないんですね。所詮僕らが見物してるですね、観客になっちゃって面白くないんですよ。